まあまあ、センターさんが左に行ってる姿を確認しました。まあまあ、誰も死んでないんだから。誰もそれだったらさ、それだったらさ、夏目さんさ、だってさ、それだったらアドミンからさ、出てくるの見てるはずじゃん。で、インポスター引いていく、ナイス、な、言っただろ。引くんだよ、ここで。実況者は。言った通りだろ。な。マジ死んでないんだ。あ、死んでないんだ。死んでないんだ。素晴らしい。あ、まあ、ナイスボタン。ナイス。ナイス。ナイス。おい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 。グッチョグッチョ。いい感じですね。なんか O2 鳴ってる時に先端さんが逆走してたのは死体探しですか。そう。先端さんめっちゃ白いなと思って、O2 鳴ったタイミングで、左に2人いたんですよ。そうですね、だから、探しに来たのかなと思ってて、インポスターだったら1人だったら行くと思うんですよね、浮いてるからっていう理由で、うん、だけど2人なのに来てるのが先端さん白いなと。おお、なるほど、うん、ちなみにそれを言う夏目も先端さん来てる。いや、そこでラインがなんで、だって2人が部屋に入ってる状態を確認してないとそれ成立しなくない。だってセキュリティでカメラ見てて見たでしょ。あ、カメラ、でも光ってなかったから僕行ったんだよね。光ってなかった。光ってたくない。光ってない。光ってない。光ってなかった。光ってないから僕行ったの。光ってるカメラ見てないな。光ってたら行ってないから。見たくないですか。誰、藤宮さんでしょ。藤宮がまあちょろっと見たぐらいです。そうそう、そのちょろっと見たタイミングで自分多分見て、あ、これ見てんなって思って。まあまあ、センターさんが左に行ってる姿を確認しました。まあまあ、まあまあ、誰も死んでないんだから。でもそれだったらさ、夏目さんさ、だってさ、それだったらアドミンからさ、出てくるの見てるはずじゃん。まあ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 、いや、それだったらさ、左に2人いることが分かってできてるっていうのはさ、ちょっとこれもしかしたらタスク勝ちあるかもしれないですね。アピールしとこう。右上のオートルはトータスが直しましたよ。言葉いらない。アピールしよう。アピールしよう。夏目先生確定しろ。これはもう、いや、夏目さんがカメラ見てて、僕と竹雄さんがアドミンから出てくるのを見てたんだったら、左に2人いるのを知ってくるのは白いっていう理論はわかるんだけど、なんで知ってる前提でって。だってさ、O2 なったんだから聞くでしょ。左にいるの夏目とさ、カメラ。でもそれってアドミン見てるないと。成立しないじゃない、それは。奈々子さんアドミン一番初めに直したから、奈々子さんも、まあ、ただの逆走かもしれないじゃん。僕も O2 のを直したので、確定しろにしてた。関係ない。冗談、冗談、冗談、冗談ね。冗談。冗談な、冗談。冗談な。あ、おもろ。今日の血液が足らない第2位はオーマイナスのあなた。オーマイナスのあなたはなんか白い人と口論になって揉め合いになった後、大切にしてた服がボロボロになっちゃうかも。ぬしゅ、すいません、音声認識させ。黄色茶、黄色茶、青、黄緑。竹雄さん見つけちゃいましたね。見つけちゃいましたね。いやー、じゃあお願いします。はい。はい、メッドベイの真ん中らへんで、うん、鳥さんの死体見つけました。うん、で直線でアドミンアベレージさん一緒に、はい、一緒に見てました。で、まあ、メッドベイになったタイミングがあって、うん、おそらく弁当かな。まあ位置大体覚えてるんで、アッパーエンジン上ポイント型って言いますか。
あ、はい、ウェポンです。ウェポンです。自分です。ウェポン夏目先生。はい。はい、あとどこだっけな。エレクトリカルいた方。はい、トータスです。はい、あれ、うん？いや、エレクトリカルいたでしょ。一人。トータスです。僕。いやいや、藤宮さんいたでしょ。エレクトリカル。どのタイミングで？それもうちょい後じゃない。なった瞬間は空いてたよ。皆さん最終位置行ってきましょうか。そしたら。はい、最終位置エレクトリカル。エレクトリカル。そんないたっけ？いや、ゾニキさん左から来たからゾニキさんじゃなんじゃないの、シンプルに。いや、左下のあのなんだっけ、ロアエンジンで閉じ込められて、閉じ込められてるとこ誰か壁越しに私。神宮寺がセキュリティの十字路のところでゾニキさんと分断されましたね。そうですね。で、あの右側にあのいるときに誰か壁側で右側の文字見えたんですけど、なんかその人が誰か分かれば。私がそこにいたってことを証言してもらえるんだけど、あ、ドニキさんと別れ、とりあえず確定しろは竹尾アベレージセンター、うん、夏目先生は右上、アベレージセンターさんは3人で白を証明できるんですよね。竹尾さんは分かんないよ、僕して竹尾さん視点はそうだけど、竹尾さん、僕最初ね、ドニキさんとゆとりさんと、うんうん、左行って僕だけメッドベイ入ったんですよね。じゃあもう一回押していきますか。で、竹尾さんがその後入ってきたから。いや、アベリージさんがアドミン見てるから。そう、絶対ありません。あ、じゃあ無理なんだ。100白です。めっちゃわかるかもしれん、この。うん、うん。白は。まあ疑ってますけどね、僕は夏目さんを。ねえ、ほんと、白白だな。ななこさん、なんでさ、壁で上から来たんですか、はい、え、なになにが、なになに、壁で上から来た気がした、なな今、うん、うん、今、右上のタスクやってたんで、カプテリアの、あ、いいや、ごめんなさい、おい、なんだ、いや、殴ったから、殴ったからには普通上に行かないか、静粛に殴った。では、先ほどの話を続けましょう、先ほどの詰めよう、竹尾さんって最後のアドミンの大体 の, そのメッドベイ以外の位置とかって覚えてます？エレクトリカル1位いたのは覚えてるんですけど、他ちょっと、ただね、はい、いや、左になんかね、一人はいた気がするんだけど、ちょっと場所まで。死体場所どこでした？死体がメッドベイの。メッドベイ。うん、あ、メッドベイか。多分まあ、殺した後に確実に弁当入ってるんですよね、そのインポスターは。だと思いますね。エレクトリカルの人がまあかなり。か、まあ、ずっと潜んでるか、徒歩でキルしてベント潜ったか、うん、藤宮さんアリバイあるっけ、ストレージあたりで七子さんと一緒にいました、僕とすれ違った、うん、七子さんと藤宮さん、俺エレクトリカル行く前に誰かに出会ったな、誰か分からん、2人組がおった、どっかで俺じゃちょっと話していい、あ、じゃあ今いいんじゃないですか、もういい、うん、俺エレクトリカルのあの下ストレージとロアエンジンのところが分断されてて、エレクトリカルの下にいたんですよ、うん、ずっと、うん、この老眼のとこ行ってたんですよ、でその時に藤宮さんが一人エレクトリカルの中に入ってってるのを俺は見てるんですよ、うん、俺エレクトリカルの中は入ってないのね、ずっと下にいたんですよ、分断されてるから、はい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 、だから俺は分断されてる時に藤宮さんが一人エレクトリカルにいるのを知ってるので、もしかしたらメッドベイ飛んで殺して戻ってきた可能性はあるかなとは思ってます、うーん、なるほど、藤宮さん視点だとどうですか、僕は一瞬入ったぐらいだったと思うんですけど、いや、だとしたらちょっと俺認識違うかな、普通に結構長いことエレクトリカルの一人でいるなとは思ってますけど、タスクやった後だったかな、なるほど、もちろん覚えておきましょう、走りたい、僕左側ですね、まあ、そのセキュリティ と,、ロアエンジンで分断されてるところをゾニキさんと一緒だったんで、そうね、いや、ゾニキ神宮寺一郎いそうな気がするけど、トータスさんも、まあ、てかゾニキ神宮寺俺割と誰かに見てくれや、浮いてる人はいない、夏目さんとかどうだっけ、
ありがとうございます。はい、ボタンを押しましょうね。はい、俺ストレージからエレクトリカル行く途中ぐらいに2人組ぐらいにあったんやけど、誰かは分からないけど誰も言ってくれやん、それを。いつのタイミングなんかが知りたいんやけど、うん、エレクトリカルで俺なったから、最後俺最初場所エレクトリカルなんや。だから私エレクトリカル最終です、うん、先端さんと一緒に入ってったぐらいか。なんで俺がさっき話してたのは閉まってる時の話だから、最終よりかはちょっと前の話ですかね。いつ死んでるかはまだ話してないけど、私の城証明七子さんしてくれるんじゃないかなと思っていて、分断されたとおっしゃってたと思うんですけど、多分壁越しにいたのって七子さんじゃないのかなと思ってて、私ロアエンジンにいてガシャンってしまって神宮寺さんと分断されて、で右側の壁越しに誰かいたのを見てるんですよ。それって七子さんじゃないのかなと思ってて、そこを証言してもらえれば私の城取れるのかなと。てか、ねえみんなってなんで弁当飛びをエレクトリカルからだけだと思ってるんですか。セキュリティは追わない。セキュリティの神宮寺さんもあると思います。全然あると思いますね。あと夏目さんはアリバイは、ウェポンでアベレージさんが一応見せた、ウェポンのアドミン情報、トータスさんも、ああそうか、ウェポンのやつか。そうですね、セキュリティは位置ついてたのか。竹尾アベレージ先さん、七子さんにもアリバイ、あ、ただアベレージさんがウェポン1いますかって言ってしばらく経って夏目さんが言ったんで、ちょっと、いや、そう、そこちょっと気になる。それだったら、他の人がウェポンにいないから大丈夫だと思う。ずっといたんでしょ、ウェポンに1。まあとりあえず記憶にあるのはなんで、まあでも、うん、あっちは歩いてキルしてウェポンも一応、いや、いけないと思います。いや、無理です。カフェテリアは僕ら通っていたんで、それだったらすれ違って。なんで、まあ、集めていただいていいですね。はい。で、そうなると、藤宮さんがそのさっき言ってた、七子さん視点のエレクトリカル、メッドベイエレクトリカルっていけるんですかね。まあ、可能性はあると思います。あ、センターさんとすれ違う前ってことですか、七子さん。あ、そう。なるほど。大田さんとすれ違って、僕とすれ違ってるはず、全員、本当のこと言ってるんだったら。絞れんかこれ。青白緑、青白黄緑。白オレンジ。あ、大丈夫。ナイスボタン。ナイスボタン。あ、よかった。ナイスだけど大丈夫？なんか結構みんなボタン押してない？そうですね。ちょっと早いですかね、ペース。いや、全然、いいと思う。いいと思います。はい、あんまボタンはそんな気にしなくていいと思いますよ。わかった。じゃあもう気にしない。まあこれ以上はいらなそうですけど、ここがラスト。ここがラインなんですね。今候補って整理すると、神宮寺さん、土日さん、藤宮さんかなと思ってます。あとトータスさんが最終エレクトリカルですよね。トータス。でもトータスさんの城ってアベレージさんがなんか証明してなかったですか。してましたっけ。なんかメッドベイの情報で。メッドベイ行ってない。メッドベイ。最初はメッドベイの情報からなんか死体値洗って。うん、あ、アパインジでしたっけ。そう違うか。エレクトリカル1位がトータスさんってことでしょ。僕とゾニキさんがその後入ってるから、うん、なる寸前に。ああ、起きそうです。じゃあ大丈夫だ。はい、で、神宮寺、藤宮、トータス、ゾニキ。ゾニキさんはトータスさんはない。トータスさんはない。だからトータスさんもないですよね。で、物理的に可能なのが、多分僕の位置か。そうですね。うん、多分サイクロ1ですよね、そこ。でゾニキさん、その七子さんが挟まれてたっていう証言の前に右側に誰かいたって言ってたんで、見間違いじゃないと思うんだけど、うんうんうん、でも七子さんしかありえないから、七子さん左に行った自覚ありますか、ロアエンジン側に。あ、いいですね、そう分断されてるの見てると、俺はうん、はい、ストレージ分断されてんな、ロアエンジン分断されてんなって、ここ行き来してたから、この廊下、下の廊下のところを。あ、じゃあそれ私ですよ。あ、ってか私がそれを見てるっていう。ごめん、でそうね、僕は神宮寺さんに入れますわ。
アメリちゃん。広い。皆さんスキップしたいんだったらスキップしていいですよ。あ、神宮寺さん。ちょっとまだ分かんない。神宮寺藤宮のペアってどうですか？神宮寺藤宮ペア。僕も予期者なんで。よくない。白い。はい。ガベレージさんが対立してるからね。神宮寺さん行くとか。まあやるなら神宮寺さんゾニッキさんロラした後に藤宮さんと先端さんがペアかな。なるほど。まあ白いね。白い先端さんが、ね。はい。うん、なんだ怪しいな、夏目さん。黒だな、これ。なんか発言がなんとなく怪しいんだよな、夏目先生は。なんか、なんだろう、先端さんって言い方がなんかちょっと怪しいかな。ちょっと怪しいよね、やっぱね。黄色。七子さんが白脂肪。どこに記載ありました？セキュリティですね。セキュリティ。ちょっと状況説明します。はい。ちょっとアドリン見ててセキュリティ2になったタイミングがあってカメラが消えたので、ました。で、十字路じゃない、アッパーエンジンの給油のところで藤宮さんがタスクやってました。はい、で一緒にセキュリティ入りました、発見しました。なので竹雄支店では藤宮さんも全然行ける距離だと思います。あ、殺した後にタスクのふりをして、ああパーずっと行ったんですけど、まあそれは分かんないんで、藤宮さんが七子さんを見たかどうかが大事なんじゃないですか。見てないです。俺七子どっかで見たの？多分、いや、カフェテリアから左へ行こうとしてドア最初閉まったやん。その時は七子左側に寄って、俺メドベイ行ったんよ。はいはい、でそっからアッパーで多分セキュリティで誰かが見てる中、セキュリティを下に行ってローワーで最後、エレクトリカル前ぐらいで最後アベレージさんに会ったかな。最初にセキュリティ見てた人誰ですか？七子さんなんじゃないですか、それ。七子さんだと思います。アベレージさんもアドミン見てましたよね。見てました。で最後、はい、多分ナビゲーションらへんにいた方いると思うんですけど、誰か右側で助けてた方っていますか？先端さんと最後は僕はストレージですけど、先端さんと右側にすれ違ったぐらいですかね。え、無理だと思う。ジングリさんは、アベリさんも無理。オッケーオッケー。じゃあアベリさんの直前でストレージで、うん。てか竹雄さんが一番初日の時、僕目線だと完全に白なんで、でも初日で藤宮そこまで黒くないと思うんですけど、まあでも七子さんから出されるそう、七子さんの証言があるから。ジングリさんどこ行ったんですか？リングジ最終ストレージで大丈夫だ、絶対しろ。よし、入れます。え、待って待って、他の証言は、まあ、はい。そんなできる。エレクトリカルの停電が起きた時に、エレクトリカルの停電直し行って、その後にアドミンまで行って、先端さんにフリフリしてました。うん、見た。ゾニキさんは？あ、これ、連続であれですね、もう一回鳴らした方がいいですよね、これ。僕呼びますよ、次。はい、そこ、さすがにちょっと早すぎるかな。まあ、キップ入れました、自分。もう一回入れた。もう一回押しましょう。もう一回押しましょう。釣ったなら、はい、言葉なんていらない、はい、これはゾニキさんとジングジさんも釣って、最初のキルの、ができる人を全員追放して、みんなで頑張るってどうですか？僕はもう元から釣りたかったんでいいですけど、僕ももう視点だと。ゾニキさんって最後どういう行動でした？その、あ、私東田さんと会ってるんですよね、最初の方で、左辺にいるんで、自分目線東田さん全然ありだと思っていてって感じですか？最初アッパーエンジン、行って、でメドベイ行って、でメドベイ行った時に東田さんとすれ違ったかなと思ってるんですけど、でその後誰が殺されたの？奈良子さんが殺された。2日目の話してます。ああ、そう。俺最初メドベイやったから。2人とも奈良子さんと藤宮さん見てないですか？
てないです。そのセキュリティ前の十字路を取るときにカメラがチカチカしてんのは見たぐらいし、それが誰かは分からん。戸田さん、なんだっけ、さっきのセキュリティでの七子さん殺害の時はメドベイだったんですよね。え、殺害された瞬間はもうロワーからエレクトルから前ぐらいまで行った。メドベイから行ってアッパーから十字路でチカチカ確認してロワー行って、エレクトルから前でアベリージさんに会ったかな。右から俺、左から来てたぐらいから。まあでもアリバイが完結してる最初の死体からゾニキさんを釣った後に神宮寺さんの処遇をどうするかって感じ。あ、そっちなんですか。え、あ、神宮寺さんから釣りたい。ゾニキさんだって七子さんと勝負できてるよ。私挟まれてて、だから私がインポスターだったら弁当行って左上行ってっていう感じで止まりになるけど、神宮寺さんかなと思ったら神宮寺さんから釣ります。スキップは入れちゃダメですよ。あ、インポスターかこれ。二郎いるな。じゃあゾニキ神宮寺じゃね。じゃあこのスキップ2人って確かにだと思うんですけど、遅いんだな。ボタンを押すの意識が低い。ボタンを押さないとみんな助けいってる場合じゃない。押せなかったです。もう使ってるんで。僕も使ってたし、はい、夏目さんも使ってた。私も書店に使ってる。直しに行く方に夢中になってた俺。で、どこですか？あ、ごめんなさい。夏目先生がカフェテリアの中央で死んでました。あー、押そうとしたのか。ボタン押しに行ったってこと。夏目さん押してなかったっけ？そうだ。あ、押してた。押してた、押してた。2つ前ぐらいに押してたよ。これ死んだ夏目先生の言葉借りるならゾニキさんをローラーっていう感じになります。他いないでしょ、スキップ入れた人。あ、そうですね、スキップ入れた方は。あ、僕は神宮寺さんに入れました。じゃあ終わりさん、え、ゾニキさんつって万が一終わらなかったらトータスさんになりますね。僕してですね。まあ浮いてます。俺でも今先端さんと一緒に電気直しに行った。いや、今の話じゃ。ああ、でも今だったらあるんじゃないですか。それだって一郎しかもう残ってない。そう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 。じゃあまあゾニキさんか。うん。となると藤宮さんは結構雑めに釣っちゃったかもな。申し訳ない。まあいいんじゃないですか。あれが口引きってどんどん釣ってったんで。そっか。はい。何か遺言はありますか。我が人生に悔いなし。かっこいい。悔いなし。つむい。あ、やったー。ジジーったー。いやー。藤宮さん、ナイスローラー。ジジンの。いや、てか、藤宮さん、ごめんなさい。結構雑めに釣っちゃって、申し訳ないです。うまっ。そんな、ゾニキさん、ゾニキさん、夏目の隅っこ狙いに来てさ、あ、もうこれ終わったー。ゾニキさん、ごめんなさい。いや、ジグジグジグ。もう、ボタンのタイミングでめっちゃ連打してるんですけど、一歩でボタン押されちゃって。片消しが間に合わなかった。あれ、七子さんは結局誰がやったんですか。僕あのゾニキさんに殺されましたね。はあ、最初のキルは僕です。あ、じゃあそこで口裏合わせてたんですね、うん、いやもうあのやっ分断されて上からもう普通に回ってキルして弁当の中に潜ってレポートって状態です。なのでアッパーの位置多分僕です。ああ回ったか。そうです、あの普通に徒歩で行きました。いや潜ってたら竹尾さん来たんじゃん。序盤でやっぱ絞れたのが、うん、ちょっとで苦しくなってたのかな。そうですね、もう死なばもろともやりたかったんですけど、もうあと一歩で全部ボタンだったんで。あ、じゃあ結構いいボタンを押した。いや、もうボタンで、うん、もう僕さ初手で最サイクルだったんで、もうやりに行くつもりで妨害のもうあともっとキルクール何秒みたいなところでボタンずっと続いたんで、できないまま終わりました。あ、で先端さんやりに行くときもあれボタン押せなくて、まだ
もうあと3秒4秒みたいな状態でセンターカフェの方行っちゃったんで、あーしまったみたいな状態でしたね。いやナイス、いやローラーを言ってくれたから、あれ藤宮さんが追放されたから多分ああいう、うん、そうですね、もうヒルできるのが候補だって感じでした、ね、入れちゃった藤宮さん、いやーごめんなさい入れちゃいました、あれ竹尾さんはビレージさんかってなあそれだったらめちゃくちゃ強いですね、怪しかったっすか、いやでもこのボタン式すごいっすわマジで切る帽子ですよ、いや何もできんかったっす、うん、藤宮さん見事にやですね、やられましたね、両方と藤宮さん風にも死体の近くにいたそうなんですね、そんな黒いかな誰だ藤宮さん疑ったやつ出てこい、あらこさん髪殺すぞ木彫りさん、木彫りさん可愛い髪殺すぞだった